おはようございます。こんがりさん、おはようございます。あと5分ね。おはようございます。おはようございます。増量中のモーニングルーティーンを撮らせていただきたいということで、何にも変わらん何にも変わらんし、何にも面白くないと思うんですけど、よろしくお願いします。お願いします。まずお湯を沸かします。味噌汁用水で、フライパンに火をつけます。フライパンに火をつけたら、昨日のうちに用意してある鶏肉があるので、これをビャッとします。はい、で、蓋をして換気扇を強にして、で、ボールを洗います。もう電気はこの状態なんですか、いつも。いや、途中でつけたりつけなかったりって感じですか。すごいどうでもいいですけど、この片手でスポンジを押せるやつはすごく便利なんで、みんな Amazon で買った方がいいです。こんなんあるんですね。このままこうポシュってやったら、あの洗剤が出てくるんです。はい、てかまあ多分ライティング的に電気ついてた方がいい味噌汁を用意します。取れますか。青ネギ、セブンイレブンで残り少ないで食べちゃいます。前回か前々回の動画で、オクラレンチンしなくてもいいんじゃねっていうのがあったんで、あのそれ以降オクラをレンチンせずにやってるんですけど、正直レンチンしなくて全然大丈夫でした。熱々のお湯で溶けます。それコメント欄から来たんですか。そう、参考にさせてもらってますいいですね。はい、最近ですね、あの鶏肉はお昼ご飯食べるんで、朝は卵かけご飯を食べております。これ昨日の余りのお米なんで、冷蔵庫に入れておきます。で、最近は普通のヨーグルトですね。朝食べてますか。朝食べてます。で、なんかお声は出てるとあれなんで、シャバシャバになりすぎないように一旦飲んどいて、砂糖が余ってるんで。ああ、なるほど。適当にちょろっと入れて。減量中はヨーグルトあんま食べないですか。減量中はあんま食べてなかったっすね。減量中だから食べてないってわけじゃなかったんですけど、単に最近は美味しいから食べてますね。ぜひの好きですね。普通に市販のストロベリーソースです。砂糖とそのジャム的なやつ、ストロベリーソースに入れたんですか。ですね、ゴリゴリの甘党なのではい、で、あの例のやつですね。お基本一年中大体同じ感じです。セブンのやつですよね。セブンイレブンのファイバー、これめちゃめちゃうまいですよね。うん、大容量でね、他の種類が出てればそっちも買うんですけど、まあ基本大容量がこれしか出てないので。セブンのゼロカロリーシリーズ結構優秀ですよね。優秀っすね。どれも美味しいっすよね。うん、あの黄色のやつうまいっすよね。あ、あのビタミン的なやつですか。そう、これが沸いたので、で最近はだいたい米を3合炊いてるので、だいたいまあ1日3合から3合半ぐらいですかね。でこれがまあ卵かけご飯用で、よいしょ、これがお昼のお弁当っていう。1日何食食べてますか今は。1日固形が4でプロテインが2とかかな。で、まあ、3個炊いてるから、まあ、3分の1こうやって残しといて夜食べるという感じです。じゃあちゃんとグラム測ってっていうよりは目分量で。目分量ですね。まあ、1日食べる、ね、量が同じだったら、まあ、1食あたりそんなにシビアにならなくてもいいでしょう。で、まあ、吸収率とかのこと考えたら生卵じゃない方がいいですけど、楽だし、美味しいので。卵何個ですか。2個ですね。もう2個の卵かけご飯。はい、じゃ鶏ももが焼ける前に朝ごはん食べれると思いますね。そうですね。で、まあ今ぐらい経つとこんな感じでちょっとこう
全体的にちょろっと火通ってくるんで、そしたらまあちょっとつつき回してあげるって感じです。これ何グラムですか？これ300グラムです。うん。で150、150で食べるっていう感じですね。1食あたりまあ大体30グラムくらいタンパク質取れるかな。はい。それは何ですか？これはあれです。いけない。あれ、あの、白い化粧物です。グルタミン酸ナトリウム、あの、味の素です。職場に死ぬほどあるんですよ。ああ、そうなんですね。チャーシュー作りにハマってた時に、キロ単位で買ってる旨味調味料があって、はいはいはい、で、それを時々分けてもらって、プロテインシェイカーに入れて、あーで、なるほど、卵かけご飯の時に食べるっていう。はい、で、醤油ですね。絞りたて生醤油。うん、多分最近使ってるの伊藤さんと同じかもしれないです。やっぱ卵ご飯ってね、その醤油味わうもんじゃないですか。はいはいはい。うん、ちょっとわかんないですけど、僕には。ゆえは健康的っすね。健康的なのかどうかわかんないよ。なんか増量中なんで、もっと荒れ狂うというか。あー、寝る前とかはね、あのアイス食べたり、セブンのスイーツ作ったりしてますよ。そういうの減量中も食べてましたよね。うん、でもその食っとるアイスがあれだから、あのモモとかピノとかそういうのばっかりなんで、あ、今日はだいぶストック少ないんで、まあドンキで返したし今が9時に起きて9時10分ですね。マジで早いですね。どうしようか、超効率的です。うーん、でもまあ逆にそのいただきます。10分できません。まあ人によるっすね。減量中のアイスはさすがに脂質少ないものを選んだりするんですか？減量中のアイスは脂質低いものしか基本食べないですね。ああ、そうなんですね、うん、そこはちゃんとしっかり考えて。もちろん。で、今はなんか比較的まともな食事プラスアルファって感じです。休みの日はマジで気にしてないんで、はいはいはい、全部外食だったでしょ。まあ僕の場合外食って趣味なんで、はいはいはい、うん、なんか自炊がめんどくさいわけじゃないですよ。外に食べに行くのが好きだから食いに行ってるっていう感じだから。ストーリーとか見てても結構ステーキとか食べること多いと思うんですけど、うん、なんか俗に言うジャンクフード、マクドナルドとか食べるんですか？マックはあんま食べないかな。それ気にしてというか、あんまり好きじゃないからとかあるんですか？なんか食べに行かなくなりましたね、昔に比べると。ハンバーガーは好きっすよ。広島って美味しいハンバーガー屋さん出会えてないんですよね。あ、そうなんですね、うん、お好み焼きとか食べるんですか？お好み焼きも食べます。あ、そうなんですね、うん、マッスルグリルさんとオフ会で行ったところ、あー、 YouTube 見てる人だったら分かると思うんですけど、もうお好み焼き食べるってなったら基本的にあそこしか行かないです。あ、そうなんですね、うん、広島県民ってお気に入りのお好み焼きのお店が、まあ、必ず1店舗はあると思うんですけど、はい、そう、それがもう川崎になってるっていう感じです。うちの場合は本当にスタッフほぼ全員、スタッフっていうか原田さんも理香さんも 僕も伊藤さんも川崎だと思うんで。あ、そうなんですね。大体ジム来た人川崎にしか案内しないし減量しないから完全に忘れてたけど、体重は測ってません。僕の場合週1週2でサウナ行くからそのタイミングで測ってって感じなんですけど、あ、まあほぼほぼ最近は維持って感じですね。ちょい火加減を確認しに行くって、焼いてるのを待つのって非効率だよねっていう。ちょっと最近うちも炒めたんで、あの今日はハムちゃんが10時から勤務してくれるんですけど、自分はちょっと最初に血液外科に行ってから出勤しようと。調子がちょっと戻ってきたなと思ったタイミングでちょっとしっかり怪我しちゃったっぽい感じなんで、ちょっと痛めたなぐらいでも病院行くんですか？程度によります。今回結構ひどい感じなんですね。そうですね、しっかりトレーニングあと1日経って痛くなってきたんで。ああ。てかもうあのトレーニングの最中に絶対に良くないなっていう痛みの走り方したんですよ。ああ、うん。なんかこうプリンっていう感じプリンだと全然痛くなさそうだけど、筋肉がこうプリンってどっかに行く感じの、エニタイムで声上げましたわっ病院に行かれるってのが意外ですね。あんまり筋トレ界隈の人で病院に行くっていうイメージあんまりなかった。僕はもうツイッター過激派なんで、あの怪我したらまず病院に行って、こうこうこうかを推奨しながら。あ、なるほど、はい、
自分でもそれをやっぱり体現する。うん。てかまあそのどのくらいの人が参考にしてくれるかわかんないけど、怪我したら整体とか接骨院の前にとりあえず整形外科に行ってレントゲンとかいろいろ取ってもらい、その後、まあ鍼灸行ったり整体行ったりしたらいいんじゃないかなっていう感じじゃないですかね。これ味付けは夜つけてるって言ってました、ね、そうですね。普段は酒とごまポン酢と醤油なんですけど、安い料理しろ一番安いキッコーマンの醤油です、ね、あーなるほど、はい、卵かけご飯と醤油は分けてるって感じです。匂いめっちゃいいっすか。はい、酒と醤油でなんとかなるっす。うん、オフシーズンだから好みに合わせてみりんとかでもいいかもしれないです。減量中はみりんとかもやっぱ気にするんですか。みりんの方はまあやや糖質多いし、なんか僕はそこにこのコストとカロリーを摂取しなくても別に満足できるからやらないっていう感じですね。まあそう、取れる糖質の量が決まってるから何から取るかを選ぶみたいなイメージですか。うん、そうですね。なんかわざわざみりんに減量中する必要性があんまないよねっていう。それならアイス食べたいですから。うん。心なしか、なんか噛むのも早い感じがしますね。なんか効率を求めて。まあ本当。足の方がいいか。減量中と増量中どっちが好きとかあります。うん、どっちの生活が。あ、もうそれはもう絶対オフ。ああそうですね。うん、生活単体だけで言ったらね、大会に対しての楽しみだとかがあるから、別にその減量シーズンも楽しい時は楽しいんだけど、好きなもの好きな時に食べれるって幸せです。減量するからこそ感じることなのかもしれないですね。でもそれは、うん、もうずっと同じ生活してても慣れちゃったみたいなのもあるかもしれないですね。そうですね。うん、シャバの飯はうまいじゃないですけど、うん、人間って良くも悪くも慣れる生き物じゃないですか。あ、これ普通にあのマルチビタミンです。もう今は基本的にマルチビタミンとラクトビフ、あのプロバイオティクスですね。へー、どういう効果があるんですか。これ普通に乳酸菌です。あ、なるほど。腸内環境を整える、あとマカですね。ちんちん元気になるやつ。はい、それと、寝つきがどうしても悪い時とかはメラトニン。ただまあ今ですオフだし、そんなに寝つきが悪いことないんで。あとゴキブリワンプッシュプロです。一か日で、はい、これ定期的にプシュッとやっておけばマジでゴキブリね、本当に今年というか去年これを使い始めてからもう一匹も見てないんで。マジですごい。それどこに巻くんですか。シュッなんかあのからの部屋の四隅とか、なんか適当になんかこの辺とかに、あ、そうなんですね、やっとくだけです。これをまあ四隅に1回ずつやって終わり。最初はもう絶対に殺してやるという確固たる信念でこれを半分くらい一気に使い切ったんですけど喉が痛くなりました。人体に害なしないらしいんですけど、さすがに半分も使うとよろしくなかったっぽいです。まあ、サプリと一緒で用法と用量も。そうっすね。うん、今が21分か。起きてから20分ですね。うん、早い。でも僕どっちかというと起きるのが多分遅いんじゃないかな。あ、うん、もっと結構出勤前に準備する人いるじゃないですか。はいはいはい。僕本当もうできるだけ寝てたいがあるから、うん、まあ、その分効率化してるというか。ああなるほど。一般の人からしたら超節制してるというか、食べてるものはクリーンですもんね。めっちゃでも全部美味しいですよ。味噌汁飲んでる時幸せですよ。日本人に生まれてよかったなと思います。あのセブンイレブンに売られてるドライフーズの味噌汁あるじゃないですか。はいはいはい。あれマジでうまいですよね。うん、ドライフーズってなんであんな美味しいんだろうねっていう。あれ時々買って飲むと本当に美味しいなって思うから。あと卵かけご飯ですよね。生卵が食べれるっていうね。諸外国だったら無理ですからね。そうっすよね。衛生関連でね。まああと納豆もね、好きなんですよね、普通に。健康がどうのこうのじゃなく、普通に納豆が好き。あとヨーグルトもうまい。一時期リッチクリーミーヨーグルトにすごいハマってたんですけど、さすがに高いなってなっちゃって最近買ってないです。あれ、これ1個95円とかなんですけど、あれ1個350円くらいするのかな、同じ大きさで。あ、ちなみにあの 200g しか食べてないんで、はいはいはい、これ 200g を皿で食べる時もあれば残った 200g をそのまま食べる時があるんで、今日は残った 200g って言います。コンビニの弁当とかは買わないですか。ホットシェフとか買わないっすね。うん、コンビニの弁当を食べるんだったら店に食いに行くっていう。僕の中でのコンビニの弁当の満足度ってそんな高くないんですよ。ここにコストかけるんだったら別のところにかけたいっていう。
感じかな。もうプラスアルファしてでもいいか。てか最近コンビニってマジで安くないじゃないですか。そうですね、うん、弁当と飲み物とでホットスナック1個でも買おうと思ったら普通に1000円ぐらいいくじゃないですか。うん、全然そのお得でもなんでもないし、1000円払えば普通にいい食事取れるじゃないですか。あの外食的な意味でね、その PFC どのこうのではなく美味しい外食が食べれるから。あとまあその値段だったら弥生軒行くわなっていう。弥生軒は美味しい。で夜自炊をするので皿とかそのまんまにしておくと夜は自分がめんどくさいので今やります。これもめんどくさくて夜やっちゃおうって人多いと思うんですよね。はい、いや僕もなんかベースめんどくさがり屋なんですけど、将来の自分がやることじゃないですか、はい、将来の自分をどこでも楽させるっていう、だから、まあ、夜のうちに肉は仕込むし、朝飯食ったらエビ裏ですぐ洗うし、まあすごい時間ない時とかは洗わないですけどね。マックス寝坊して何時に起きて間に合うと、朝飯とかも何にも食わないんだったら10時出勤で9時50分に起きても間に合うっす。もう本当にその時は起きていくだけみたいな、うん、9時38分に起きた時は朝飯はプロテインだけで済ませますけど、昼ご飯2食は用意してからいけるかなっていう感じ。へえー、あ、そう、確かに12分でさっきも起きてからやってましたね。そう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 、そのだから焼いてる最中に朝飯の用意をするんじゃなくて、もう着替えて出る準備をして、肉が焼けたらあと詰め込んでパッて出るって感じだったら、まあ、9時38分でも食事は用意して出れるかなっていう感じなんで、まあ、そう考えると9時に始めればね40分間は猶予があるから、まあ、だいぶ時間あるっすよ。確かにそう考えると9時って結構余裕持って起きてる感じもしますね。そうっすね、うん、よし、はい、じゃあちょっとお手洗いに行きます。はい、最近なぜかうまいこと言ってくれないアーハンドスタンピーですね。それも上から押すだけで出てくる。そう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 、これはレモンジムにもありますね。絶妙にこういう便利グッズをちょっとずつ活用する。いつもご飯食べた後に歯磨きですか。前がいいって言われるんですけどね。いや、なんか僕も前歯の人結構多くて、口の中で雑菌が繁殖してるから良くないよって言うじゃないですか。はい、うん、でもまあどっちかというとでも雑菌が繁殖した云々というよりかはそのエチケット的なあれで考えてるというか、はいはいはい、うん、接客業ですしねっていう、そっちで考えちゃってるんで。あと体質的に虫歯なんないんですよね僕。ああそうなんですね、うん、今まで一回もなったことなくて、子供の頃に親がめちゃめちゃ歯磨きしてくれて、はいはいはい、多分その時から大丈夫。親も効率的だったんですか、朝ごはんとか。どうかな。うーん、どうだったかな、覚えてないっすね。覚えてないな。遺伝とかじゃないですね。うん、中学ぐらいからもうトレーニングし始めて、そのタンパク質意識した食事してたから、中2あたりからもう親と食べてるものが別だったんですよ。あの自分で用意してね。中学校からですか。うん、食用剤あるじゃないですか、ささみとか鶏胸肉とか、はいはい、あれ買っていってレシート渡したらその分のお金をくれるっていう、うん、だからもうあのすごいいい生活を渡してもらったし。じゃあもうその時から自炊してたんですね、自分で。そうですね、でも自炊って言っても本当に僕の場合調理みたいな感じなんで、その肉を焼いて食べる。増量中のバチバチの。いやでもめちゃめちゃいい体してますけどね。はあ、いてててて、よいしょ。あで普通に着替えると。今日はリフトですか。今日はリフトですね。出たばっかの T シャツと、ちょっと前に出たあのなんかスイムショーツみたいな、これね、生地感がすっごくサラサラしてるんで、うん、今の季節にマジでいいです。シンプルで、はい、あと伸縮性もあるから足とかの時も全然問題ないし、すごくいいです。で、ハーフパンツに関しては何回か着るんでポイって。よっこらせと。今日はトレーニングオフですか。今日は背中と腕やろうかなという感じで。足怪我しててもトレーニングは一応やるんですか。ですね、ラットプルダウンとかチューニングとかだったら特段影響なくできると思うんで、下半身使わないような種目をやって
明日から3日間くらいちょっとリロードじゃないですけど、トレーニングを休みしようかな。まあこれでほぼほぼ終わりっていう感じですね。あとは帽子かぶってやる。うん。で、こういう風にちょっとだけ時間があるなって時は、ゼルダの伝説5分くらいやってくる。っていう感じです。いいですね、今は何分だ？今36分です。あ、36分。いいですね。素晴らしい。あの手持ちでやるんですか、ゼルダは。ああ、なんか僕、テレビでやってた時もあったんですけど、なんか手持ちでいいなってなっちゃったんで、手持ちでやってますね。やっぱ、ハイラルの地を平和にしないといけないんで。ゲームっすか、それ。そうですね。まあ、効率よく朝をこう、過ごすことができれば、ちょっとゲームやる時間もあるってことですね。靴やっぱすごいですよね、僕入ってきた時に思ったんですけど。ああ、でも靴は増えてはないかな。あ、そうなんですね。うん、初心者なんであれなんですけど、はい、この中で一番お気に入りとかあります？お気に入りはマジで全部お気に入りなんですけど、難しいな。このいっちゃんやつって聞いて、あの家電芸人に怒られる感じが。でもまあマジでここに飾ってるのは全部お気に入りです。まあ、しっかり履いてます。あ、そうなんですね。はい、あ、履いてないのは、あの、未だにこいつだけ履いてなくて。このエアジョーダン3だけは、あの、まだ、いつ履こうかなって思い続けた結果、まだ履ってない、あの、履いてないんで、このストック X っていう二次流通のサイトの判定のタグがそのままついたままになってますね。そう、エアジョーダン3、これともう一足しか持ってないんですけど、先月、スニーカーズで買えて、あ、こっちにもあるんですね。そうそうそう。これですね。これを最近履いてて、すごい履き心地よくて、すごい気に入ってるんですけど、こっちを履いてると、よりあっちを履く機会が、訪れないっていう感じですね。こっちの方がよく履くやつなんですか？こっちは、まあ、エアフォースワンもちょくちょく履くやつです。あと、こっちのショックスも最近割と履くかな。今日ショックスにしようかな。これは今日の出勤の時の靴にします。で、最近の休日はもっぱらこれですね。アディダスのサンバとクラークス。靴のメーカーがコラボするっていう。間にロニーファイグっていうデザイナーが入ったんで、まあ、トリプルコラボみたいな感じなんですけど、これはすごい気に入ってます。ただまあ本当に、ね、クラークスってこうなっちゃうんですよ。あ、靴底が。そう。もうしょうがないらしいです、これ。うん。もう、そういう樹脂ソールだから、もう黒く汚れるのはマジでしょうがない。あ、そうなんですか、ね。この辺、こう、ちょっと寄ってきて、こう、黒くなったら、これはピッて取って、パッて捨てるっていう。もう一足プレオーダーで頼んでるんで、あの、あと2、3ヶ月でもう一足別の空のやつが届くかなっていう感じ。すごい大きいです。履き心地もいい。この、小森さんの靴、会員さんが、履いてるドッキリしたら気づきますか？お、同じやつ持ってるとはなるでしょうね。あ、うん、ただ俺のかっていうのは分かんないかな。いや、結構だって持ってるの被ることはあるんで。あ、そうなんですね。うん、だってあの会員さんでこのアママニエルのシリーズめっちゃ好きな人がいるんですよ。で、多分エアジョーダン1以外は持ってるからこっちの2つは被るし。まあでも意外と被らんかな。でもまあ間違いなく僕から喋りかけに行くとは思いますね。いつ買ったんすかっていう。そこでボロが。そう。一人暮らしの成人男性の朝なんてこんなもんですよ。特段面白いこともなく。やる気になるようなモーニングルーティンでしたよ。効率化されて。まあ、でもね、そんなにめんどくさいことではないというか。慣れですよね。よし、そしたらちょっと病院に行ってから、できるだけ早めに出勤しようと思います。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。デモチャンネルのこんがりでした。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。